忠告だ。ナマジタフだと地獄を見るぜ。確かに認めざるを得んな。貴様は強い。この我の次にな。続きを始めるか。スーパースラッシュ。変わっただけかよ。あの怪物みてえなエスカノールでも勝てねえのかよ。仕方ないよ。エスカノールの今の等級は114000、対する団長はそれをさらに超える怪物、等級142000。このままだとエスカノールは殺される。どんどんパワーを増してるはずのエスカノールを手玉に取るなんて。あれこそが団長殿が純粋なる魔人族の英雄だった時の姿。実戒統率者メリオダス。フルカウンター。そうだ、あと一歩で。今の声は存外楽しめた。可愛い弟と兄弟喧嘩をした時以来か。大した人間だ。殺すのが惜しいぜ。くそ。一体どうやってあの団長を止めればいいの。残された猶予は1分。奴の力は聖剣エスカノール。レベル気分はどうだ。ねえマーリン、キャメロットを覆う次元の歪みはどうなったの。すでに消失している。メラスキラの魔力を消し去ったことで解除されたようだな。ならいよいよキャメロットに乗り込めるね。でも団長がこんな状態じゃ。引き上げるぞ。マーリーお願い、少しだけでもメリオダスの傷を治させて。傷を治せば即座に襲いかかってこよう。その時誰がメリオダスを抑える。
何度だろうと私が可愛がってあげますよ。いや、最強の男頼りになる。僕変なこと言った？いや、あまりに愚かで当然のことをおっしゃるので驚いただけですよ。愚かねえ、マーリン。痩せ我慢もほどほどにするんだな。何の話です？お？エスカノール！嘘！マーリンがパンチ一発でエスカノールを倒した！エスカノール、しっかりして！マーリン最強かよ！ディアンヌ、エスカノールを頼む。正直、状況は深刻だ。エスカノールのダメージは深い。サンシャインは強大すぎる魔力ゆえ、長年にわたり蓄積した負荷が一気に出たのだろう。団長殿の状態はさらに危険だ。魔人王に感情を奪われたことにより、かつてのメリオダスに逆行しつつある。皮肉にも、強さは以前にも増してな。ショックスティンガー。メリオダス団長！マーリン、やめて！エリザベス、そこをどけ。メリオダスをパーフェクトキューブに閉じ込める。それじゃ何の解決にもならないわ。事態は一刻を争うのだぞ。こうしている間にメリオダスは闇の力で傷を修復している。マーリン、お願い。ダメだ、今すぐ隔離せねば。私を彼と一緒に閉じ込めて。ねえねえ、ポカポカ、待て待て待て、エリザベスちゃん、メリオダスと親善する気か？心配しないで、ホークちゃん。今の私の魔力でなら進行を止めるくらいができるはずよ。わかった。ありがとう、マーリー。ブワッ。ただし、私が絶えずそばで見張る。万が一に備えてな。でも、マーリンとエリザベスまで戦線離脱なんて、一体これからどうしたら。キャメロットへ予定通り向かう。我らの任務はキャメロットを実界の支配から解放し、囚われたリオネスの民を救出することだ。何よりエリザベス